次回作はこの村のシンボル忍者をテーマに描かれるとか。でもなぜ東京を捨ててまでわざわざ田舎に移住してまでこんなところで絵本を描き続けてるんですか。そうですね、やっぱり子供の体のことを考えたら空気のおいしいところで育てたいなと。絵本はどこでも描けるけど息子の体にはこっちの環境の方がですね。僕の病気のせいでお父さんとお母さんには迷惑をかけて。カットカット。弱い、パンチないね。子供めっちゃ健康になってんじゃん。難病じゃないの。わかりました。君もっと病気っぽい感じでもう一回いきます。ゲホゲホ、病気でさえなければ僕が病気でさえなければいいよいいよ、もっともっと。ああ、田舎のセミはうるせえな。誰か殺してこいよ。カット。お前が一番うるせえ。あとお前さっきから近寄りすぎ、キモい。お前は勝手に演出すんなっつ。末影さん、お野菜いかがかしら。あれあれ、何テレビ、何かわいい。姉ちゃん、母ちゃんがなる。うっせえな。まあ、怖い。東京のテレビ？東京？東京？東京？すっげえ。すごい。つまみ出せ。はい。もうインタビューいいや。次、忍者の絵撮るから準備して。ウィース。あら、忍者ですって。あるよね。なんかパンチないよね。忍者ってもっとパンチあるよね。ちょっと待った、カメラ止めて。あんたさ、パンチあるとかないとか何なんですか。パンチってなんだね。我々の作品はですね。先生、これも次回作を売るためですから。いやでもさ、これドキュメンタリーじゃないの。ドキュメンタリーっていうのはこう、なんていうか、パンチ？いや、パンチじゃない。私が描きたい忍者はな。そういうのいいから。忍者います。この村は忍者の里、我こそはよっ、服部志保。あ、ウケる。なんだ、忍者いるじゃん。キャッチーだね、さすが田舎。ほら、しっかり撮ってよ。あ、はい。手裏剣だよ。ほら、早く君たちも追って。了解。長早で。わかった。いいね。ちょっと主役はそっちじゃないでしょう。お願いしますよ先生。なんかすいません。これだけ取れ高あればなんとかなるか。ちょっと本当にあれで大丈夫なんですか。先生たちあんまり取ってなかったみたいだけど。
本が売れなきゃ元が取れないんですよ。はい、バックアップ取っといて。あと帰りの飛行機何時だっけ。あ、何どうしたの。うっさいな、次があるんだってば。この企画は一体どうするんですか。あんたらより泣かせる話、東京に帰ったらいくらでも転がってんだよ。それが東京だよ。はい、撤収。